内定チャンネルお悩み相談所ということで、本日田口さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速田口さんにですね、事前にご用意いただいた質問に答えていきたいなと思っております。カボンツさん宛てに、はい、では早速ですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、1つ目の質問からさせていただきます。1つ目は、コンサルティングファームとかに限らず、広告代理店とかいろんな企業がそのソリューション事業というものをすごくやっていると思います。カボンツさん自身もコンサルティングファームに就職されていたと思うんですが、そういったそのソリューション事業の未来だったりとか、どういうふうな変容していって、それがなんか飽和していかないのかとか、その中でどういうふうな立ち位置がこれからされていくのかっていうふうなことがお考えがありましたらお聞きしたいと。ソリューション事業っていうのは僕ちょっと分かんないんですけど、すみません、なんかちょっと抽象的な言い方だったんですが、そのクライアントの課題解決だったりとか、その自社のサービスを使って解決したりとか、課題の部分を示唆してこういう行動をしなさいっていうふうな、そのソリューションとして提供したりとか、そういうことをしている会社ってのはすごく多くなっている中で、それがなんか飽和していかないのかとか、なんかそんな企業が多い中で何を軸としてその成長していくのかとか、そういうような未来についてお聞きしたいと思っています。すみません、もうちょっと具体的なことを聞けばよかったなと。いや別に質問が曖昧でも別にいいんですけど、カッコつけすぎっすね何言ってんのか分かんないっていうのが実際のところで、そんな世の中の事業とかサービスってカッコいいもんじゃないから、もっと現実見た方がいい。ありがとうございます。すみません。いやいや全然すみませんとか、それは悪いとかじゃないんだけど、 IT ソリューションはまだ分かるんですよ。 IT 使ってなんか解決しようっていう意味じゃないですか。ソリューション事業ってもう課題解決って全員やることなんで、課題を解決するわけなんで全部ソリューションですね。でかつそのコンソールがソリューションがどうたらこうたっていうのもちょっといまいち何言ってるかよく分かんなかったんで、これはもしかしたら田口さんのレベルが高すぎて僕がついていけなかった可能性もあるんですけど、僕も IT 事業歴10年以上ですけど、こんなに横文字使うと初めて見たんでやりすぎ、もっと分かりやすい言葉で喋った方がいいよ。俺で意味分かんなかったら誰も分かんないと思うからそれなりに詳しいってけど何言ってるか分かんなかったもん。だってコンサルファームもなんかすげえキラキラしてるようなことをやってるように見えて、結局やってることってツールを導入しましょうとか紐解くと誰でも分かるようなことなんですよ。それを周りから見てるとちょっとかっこよく見せるために企業がなんとか事業部とかハンズオン型とかそういう言葉を使ってやってるんですけど、ハンズオン型って言いながら結局社員の代替をするだけだよねとか、かっこよく見せてるっていうブランディングではそういうことを使ったりするんですけど、まあ実態はそうじゃないんで、語るのであればまあちょっと実態ベースで語ってる方が会話はしやすいですね。まあ今大学生なんでそれ難しいかもしれないですけど、就活は終わったのかな。いや、まあ、学部3年なので、まあ、一刻も早くやめた方がいい本当に意味不明だから。意識が高いとか就活への意欲が強いっていうのはすごい伝わるから、そこは持っといたままだけど、言葉はもっと分かりやすく、そんなかっこいい言葉使わない方が逆にかっこいい。分かりました。もうちょっとその具体的でなんか身のあるような質問を、はい、コンサルとかって多分ソリューションって見せ方をするんで、なんか営業っていうその泥臭い感じではなくて、キラキラしてるそれこそ高学歴受け入れみたいな感じなんですけど、中開けてみたら結局営業とかじゃないですか言っても。まあそうだね、はい、うん、っていうのがソリューションって、はい、だってよく分かんないし、はい、まあでもそういう言葉があるのかな、俺はちょっとあんまよく分かんないけど。そうですね、なんか結構いろんな企業とかが新しくなんかもうちょっと幅広くコンサルティングみたいなことをしますとか、そういうことを言い始めてる企業がめっちゃ多いっていうふうなイメージがあるので、これはどういうことかっていうと、例えばじゃあ広告代理店だったら、ヤフーのここの枠を50万で仕入れて100万円で売ります。これって広告枠を仕入れて売るだけじゃないですか。だから売り方さえ覚えたら誰でもできるようになるわけですね。だからビールを仕入れてビールを売ってるサントリーの社員さんと同じなんですよ、広告代理店って言っても。なんだけどクライアントさんにはこういう広告をした方がいいよとか、こういうクリエイティブをした方がいいよって言ってアドバイスをしてお金をもらうっていうのがコンサルティングって言われてるものなんですよ。でこれをつけるとちょっと利益率が高くなるので、広告代理事業プラスコンサルみたいな感じでお金をもらうっていうのが結構よくやる手法なんですよ。ただコンサルティングって会社の規模がでかくなるとコンサルティングの品質っていうのが担保しきれなくなるから、社員数が増えたら別に誰が売っても同じ50万の枠を100万で売るやり続けた方が会社としてはでかくなるんですよ。なんで変にコンサルとかをやらない方が会社って大きくしやすいんです。社員の質に影響されないんで。でただ学生とかってコンサルって見せ方するとかっけーってなるから、僕らコンサルもやってます企業は言うんです。でも会社として正しいのはコンサルなんかやらずに広告をひたすら売り続けてるっていう方が時価総額上がるんですよっていうのが実態です。なるほど。コンサルって言葉を使う企業がすごく多いなと思っていたので、すごく飽和してるような感じのイメージがあったので、その説明すごく分かりました、腑に落ちました。ありがとうございます。
はい、次行きましょう。転職だったりとかその独立だったりとかを経験されていると思うんですが、それをなんか考えた段階とそれを実際に実行する時ってその期間的な間があったと思うんですが、実際に実行しようと思うタイミングだったりとか、自分のこの能力ついたから行動に移そうみたいなその契機みたいなのがあればお聞きしたいです。僕の場合は一社目ベンチャー企業で5人10人ぐらいの時から頑張ってやってきて、で年商が最終的に20億ちょっとまでその会社が伸びて、僕の給料も25歳とかで800万超えててっていう感じで、どんどんこの会社で幹部として成り上がってでっかくしてやるぜっていう気持ちでずっとやってたんですけど、社長が2人いてそれが分裂しちゃって、分裂した側の方に吸収されてっていうことがあって、なので会社がもう一回ちっちゃくなって、でかつ給料も下がるみたいな感じになっちゃったんで、まあさすがに外の世界も見るタイミングなんじゃないかな、悟ったというかね。もともとなんか計画をしていたっていうよりかは環境が変わってっていう風な。そうです。だからあくまでもやっぱり今の環境で困難を乗り越え続けることに価値があると思ってたんで、先行者優位なわけですよ会社って、うんうんうん、長くいればいるほど有利なわけですよ。苦痛があっても転職せずにずっとこうやり続けてたっていう、なのでできればこの会社ででっかくするのが一番いいなと思ってたんですけど、一方でスモールビジネスをずっとやり続けてたんで、中小企業で大手の会社の仕組みだったりとか学んでみたかったっていう気持ちがあったんで、大手企業に転職しても下っ端から始めるよりかはコンサルファーム行った方が金融機関とかに横からズブって入れて俯瞰してみれるだろうなみたいな、多少そういう考えもあってコンサル会社を中心に転職活動したっていう流れです。ありがとうございます。転職が一般的ですごく珍しいことでもないので、至るタイミングとかがすごく気になっていたので、すごくなんかありがたいお話でした。田口さんに関係なく絶対的に言いたいのは、学生の段階でセカンドキャリアとかキャリアアップとかそんなことを考えて就職するっていうのは本当に間違っていて、1社目で結果出さなかったら2社目に未来はない、キャリアアップなんて絶対無理なんですよ。そんな甘くないんで。なんで1社目でどうやって結果出すかっていうところに全てのリソースと頭を割いてやってたやつが結果セカンドキャリアも道が開けるんですね。なんで就活の情報ばっか頭でっかちになってると足元見えてなかったりして本末転倒になっちゃうんで、とにかく1社目で結果を出す、結果を出せるような会社に行く、これが一番重要ですね。なるほど。転校とかでなぜこの会社がファーストキャリアなのかっていう風なお話とかって結構されること多いんですけれども、そういうのの質問の意図っていうのは、この長期的な自分のキャリアのうちのファーストキャリアでまず何したいかっていうよりかは、その今の能力でこの会社に入って何ができるかとか、その中で何なし遂げるの結局っていう風なことを聞かれてるっていう風な。面接官にもよると思いますけど、さすがに外資系金融とかでずっとこの会社にいますとかそういう人は少ないかもしれないですけど、結構多いのはここに行っとけば箔がつくと思ったんでとか、ここで一旦こういうキャリア積んどいてこの後こうしたいですとかって言うんですけど、そういうこと言っててうまくいってる人ってあんま見たことなくて、自分のまずその会社で結果出したいんで、結果出して大きくなりたいと、この業界で知名度上げたい、力をつけていきたい、金融畑で生きていきたいとか、こういうビジネスマンになっていきたいっていうキャリアの踏み台にするみたいな感覚はすごいちょっとうぬぼれすぎてるっていう、そこだけ分かってれば別にまず御社でしっかり結果を出したいっていうところが伝わると思うんで、それで十分だと思います。ありがとうございます。設楽さんの最後の質問させていただきたいと思います。これは結構ちょっとまた抽象的な質問になってしまうんですが、その今まで骨があったなというような事業だったりとか、こんな熱を注いだ事業だったりとか、そのワクワクしたことだったりとかっていうのがあれば、まあ、その言える範囲で大丈夫なので、すごくそういうお話聞くのが好きなのでお聞きしたいです。骨があるってどういう意味ですか？まあ、なんか苦労したなとか、なんかすごく乗り越えるのが大変だったとか、そういうような意味で。何を思って苦労っていうかなんですけど、フランチャイズで店舗やった時は規制が多いんで、フランチャイズだと広告も自分の好きなように打てないとか、良くも悪くも金太郎飴にするんで YouTube で発信できなかったりとかっていう規制が結構大変だったなって、集客に苦労したっていう。やってておもろかったなって思うのは、まあ今もやってるんですけど、オンラインサロン事業っていうのはやってて非常に面白いなと思っていて、でその理由はあんま他でやってる人がいないんですよね。だから人材系の事業とかウェブの受託系の事業とかっていうのは、まあ、やってる人山ほどいるし、ただ市場はでかいんで結構利益も出やすいっていう中で、オンラインサロンは世の中でスクール事業とかファンクラブとかそういうの入れるとキリないかもしれないですけど、あんまなんかこのビジネスモデルの形態でやってる会社は他にいないっていうのもあって、自分たちで正解を作り上げていって、今結構な規模になってきたんで、それはやってて僕の性格的には面白かったっていう。数字だけじゃなくてクリエイティビティも求められるし、ビジネスモデルの設計とかっていうのも全部他に習うんじゃなくて自分で作って、周りが僕の真似をしてくるっていう状況がやってて楽しいですね。
その前例のないそのインパクトだったりとかっていうのが出る環境にいるとか、そういったことがすごくその面白いっていうふうな感じた要因っていうふうな感じですか。ありがとうございます。田口さんの就活うまくいくアドバイスを1個するなら、はい、横文字1回言うごとにカタカナ禁止ゲームやって1回言ったら罰金っていうぐらいの感じでやってた方が多分ちょうどいいですね。カタカナボーリングですか。うん、結構マジで思います。今もインパクトがっていう言葉を使ってて、はい、これってかっこいい言葉じゃなくて、多分言語化できないのをカタカナでごまかしてるんですよ田口さんが。だからそのカタカナ使ってそれが最適な言葉だったらいいんですけど、ふわっとしたのを全部カタカナでごまかしてるから結局何言いたいかが相手に伝わらないっていう状態になってるんで、ごまかさずに日本語で全部向き合うっていうのをやり続けると頭の回転とかは多分早いと思うので、あとはそこの表現のところをもっと分かりやすくするためにはカタカナ禁止で生きた方が逆に田口さんの良さ生きると思います。ありがとうございます。そうですね、なんかコンサルティングのその専攻だったりとか同じような環境にいる人間と話してると、やっぱりその使いたかったりとか慣れたりとか便利な言葉としてやっぱ使っちゃいがちなので、コモディティ化するからね僕自身 の, あのパーソナリティをグロースアップしていかないといけないよくないですね。そうですね、逆にというかその薄くなったりとか伝えたいことが伝わらなかったりとかってすごくあると思います。あの自分が日本語使うようになってみ、滑稽に見えるから、そういうやつらが気をつけます。まあまあそんな感じですかね。はい、じゃあ内定チャンネルお悩み相談所でした。ありがとうございました。ありがとうございました。